はい、皆さんこんにちは。今日は皆さんが待望のですね、音楽生成 AI のスノ AI。 お約束通り今日は長尺で音楽を作ったり、そしてエンディングとかイントロとかそういったものを作るというのをどのようにしたらいいのかという、そんなお話をしたいと思います。今日からもうスノ AI は本当に音楽を仕上げるという全く違うレベルに突入したというふうに言っても過言じゃありません。ぜひ皆さんもこれを覚えてですね、楽しい音楽を作りましょう。今日までは音楽作りというのは DTM をやっている人とかミュージシャンとかそういう人しかできなかったです。歌を歌うのが苦手な人とか楽器の演奏を何もできない、でも音楽は作ってみたい、そういうような人は DTM と言ってもですね、僕は DTM のレッスンをしているわけですけれども、だいたい8割以上が挫折すると言われています。ですからせっかく何万何十万投資してですね、 DTM 用のパソコンまで揃えたけれども、なかなかうまくいかなかったという方も多いんじゃないかなと思います。でも安心してください。今日からは AI の力を借りて音楽を作れる時代になりましたので、今日はそのお話をしたいと思います。まずこのソフトは歌詞を作らないといけません。この頃はチャット GPT が歌詞を作ってくれるとかいうのは分かってると思うんですが、これにはですね、約束事というのがいります。その約束をもう覚えなくっていいのが、僕の開発したスノ AI 専用歌詞ビルダーというやつです。もう皆さんもたくさんの人が使ってくれています。まだ出したばっかりですけれども、ここに28人のチャット、これを使われたということで、僕は3回か4回しか使っていませんので、24人ぐらいの人はこれを使って試してみてくれてるという状況になります。さあ何はともあれ、チャッチャッチャッとこの歌詞は一気に作ってしまいましょう。今日は僕がこんなん作りたいとかあんなん作りたいとかということはちょっと度外視しまして、ほとんどを AI に任せます。もちろん修正もできますし、セクションと呼んでいます、日本では A メロ B メロとかいうのを、外国の方ではバースとかブリッジとかコーラスとか、そんな呼び方で呼ぶんですけれども、まあそういう難しいこともこのソフトを使えば何も考える必要がありません。でもこのソフトを使おうと思ったら、チャット GPT のプラスに加入していないと今日現代は使えませんが、でも僕の出し方というのを見ていただいてですね、もちろんワープロで打っていただいてもいいわけです。まあ正確に打たないといけないというデメリットはありますが、できないというわけではないですので、なるべく今日は敷居を高くしないで皆さんに聞いていただこう、そんなふうに思っています。このスノ AI 専用ビルダーというのを立ち上げますと、こんな画面になります。そしてここで下の方にスノ AI の歌詞を日本語で手伝ってというスターターメニューというのがありますので、ここを押すだけです。あとは向こうが聞いてくれます。スノ AI の歌詞作りに最適化した形式で提案します。その形式とは、イントロ、バース、ブリッジ、コーラス、インターというのは間奏とかのことです。インターソロというのは間奏ソロという意味です。バースブリッジというのはいろんなところでの言い方は違うんですが、皆さんは今日は C メロというぐらいに思ってくれればいいです。そしてアウトロとエンディングというのも、これも通常は一色単に言うんですけれども、アウトロというのをこのソフトの中では歌詞のある終わりに近い歌詞の部分、いわゆる大サビと言ってもいいんでしょうかね。まあそんな感じで、そしてエンディングはもう名の通りエンディングです。こういうのを自動で組み合わせてくれてできますので、一つのセクションを5行ぐらいに収めるということなんです。これはなぜかというとですね、基本的にはその AI は1分20秒ぐらいが最大で一つのブロックを作れます。
今日はそのブロックということがキーワードなんですけれども、全部の歌詞を一気に渡すとその AI はうまく作れません。ですから部分部分で渡してあげると、そして最後にそれを統合できるんです。そんなことで、ここで作りたいタイトルや全体のイメージはありますかということで、タイトルとしまして、春の風吹く草原というようなタイトルにしようと思います。ジャンルは J-POP で、そしてコーラスの数は2コーラスとしましょう。セクションはお任せと、イントロとエンディング、イントロとエンディングは作って、もう一度最初から言います。タイトルは春の風吹く草原、 J-POP2 コーラス、セクションはお任せ、イントロエンディングは作ってほしいということで要望を出します。イントロ作ってくれましたね。このイントロとして何も書かない、これがちょっとミソなんです。そして感想、インターもあります。そしてエンディング、そして今スタイルオブミュージックということで、スノではこれを入れないといけないという決まり事になっています。そしてあとはタイトルですね。そのように作ってくれました。ちょっと見直しましょう。風に吹かれる草原の彼方、こういう時にですね、この彼方というのがひらがなの方が分かりやすい、これ枯れ方とかいう風になる、そういう可能性もありますので、これは後から直すというのもいいでしょう。ちょっとそのことは後から言います。で、僕のソフトはひらがなでいらないでしょうかということを聞いてくれるようになっています。なぜならこれをボカロやシンセサイダー V とかにも転用できるようにということで、そのようなことも書いています。そして後から、あ、英語でやった方が良かったかな、そんなことがあってもいいように英語も出してくれます。そして最後にはこれでスライドショーのミュージックビデオが作れるように画像も出してくれるんです。ですから YouTube にすぐに動画を作ってあげることができるようになっています。じゃあこれでこういうふうに言います。英語と映像をサムネにできるように1枚だけ、本来はシーンにあったように全部作ってくれるんです。でも今日は時間の加減上できるということだけ見ていただきます。一応今回は間違ってもちょっと皆さんに許していただくということで、ひらがなはいらない、このように打ちます。はい、さっきイメージから作ってくれています。どんなんできるか待ち遠しいですね。はい、春の草原ですからこんな感じに作ってくれました。そして英語に直してくれています。インター、いわゆる感想とかは歌詞がいりませんので、その部分はちゃんと省いています。そしてひらがなはいらないと言ったから、ひらがなは出さないです。このようにとっても便利になっています。じゃあこれをですね、まずタイトルも含めるここからですね、上の方にイントロのところまで選択をしまして、コピーをしていただきます。そしてちょっと修正をするところを皆さんにお見せするためにメモ帳を開きます。はい、ここに貼り付けます。ちょっと字を大きくしますね。ここで先ほども言いましたように、これですね、このように読みにくそうなものはひらがなに直してあげるとよりうまくいきます。例えばこれも新緑と読まれたら困りますので、はい、これ皆さんは全部見直してくださいね。このようにしまして、エンディングのところからここまで選択をしましょう。そしてコピーをします。そしてその AI に行きます。僕はあまりにもうまくいったので、もう課金をして、このように2520クレジットがあります。じゃあここでクリエイトを押します。日本語で見たい方は翻訳をしておいても大丈夫です。
ここで作成するを押します。そしてこのカスタムモードというのをオンにします。そしてここに歌詞を貼り付けます。でも今日の一番のテーマです、これ全部貼り付けたらダメなんです。このエンディングのところから間奏手前まで、はい、これ消しましょう。イントロというのとこの2セクション、これだけにします。そうしまして音楽のスタイルはコピペでいいと思います。はい、リフレッシング J-POP、 爽やかな J-POP ということでこれをコピーします。そしてタイトルの方もまあ売ってもいいですけれども、このようにコピーしてそして貼り付けます。はい、これで準備ができました。一番の部分だけやってもらいます。先頭にはイントロというふうに書いています。このようにするとご存知の方は分かっていると思うんですが、スノは2つのパターンを提案してくれるようになっています。はい、それでは聞いてみましょう。はい、こちらの方を聞いてみましょう。風に吹かれる草原の彼方、新緑の中で輝く花々、歩き続ける君の横顔、春の光に照らされて、春の風。ちょっとイントロが聞いてませんでしたので、こういうことってその AI はあります。いくらこのようにイントロというふうにしておいても作らないというようなこともありますので、そんな時はもう一度再作成します。わからなくならないようにこのように2とかいうふうに入れておくといいでしょう。はい、聞いてみましょう。風に吹かれる草原の彼方、風に吹かれる草原の彼方、新緑の中で輝く。はい、今日はなんかイントロを作りにくいそんな感じがしますので、主題ではないですので、これに続けて2番とかをやっていくのはどうすればいいんでしょうか。これはここの右の3つの点のメニューを押しまして、このクリップから続けるというのをします。そうするとここにクリップがつくんです。そしてこの部分を消します。もう一度メモ帳を開けまして、そしてここからここまで、もし長すぎると思えば3つに4つに分けてください。はい、コピーをしました。そしてここに貼り付けをします。このようにしまして、分かりやすいように2の2というふうにしておきましょう。そして作成をします。はい、2つのパターンがまたできました。聞いてみましょう。選択したそちらの楽曲と同じリズムだったり同じ楽器構成だったり、そんなふうにします。した心地よい風が頬を撫でる、希望に満ちたこの瞬間、未来への一歩を踏み出して、春の風に乗せた夢、広がる草原のように、果てしなく広がる希望、君と見つめる明日へ、春の風に乗せた夢、ちょっと時間が短かったようです。ですから後からもう一度エンディングというのだけやります。
こちら聞いてみましょう。もう一つない空の下、心地よい風が頬撫でる。希望に満ちたこの瞬間、未来への一歩を踏み出して。春の風に乗せた夢、広がる裾上げのように、果てしなく広がる希望、君と見つめる明日へ。はい、こちらの方はこう早く展開がいきましたので、メロディーがいわゆる短いということで、エンディングも作ってくれました。じゃあこちらの方を採用します。その時に後で作った方のメニューを開きまして、極電帯を取得というふうにすればいいんです。これで前半部分と後半部分をひっつけた、そんな楽曲ができるということです。つなげました。そして少しポイントがあります。このひっつけるという行為はクレジットが減りません。ですからこのくっつける作業というのは、もしダメだったらですね、パターンを変えて、こっちがやっぱり良かったかな、その時はここでこのクリップから続けるを選択し直してですね、またやるというのがいいと思います。そしてフル曲という名前でできますので、これを聴いてみてください。じゃあ聴きましょう。風に吹かれる草原の彼方、新緑の中で輝く花々、歩き続ける君の横顔、春の光に照らされて、春の風に誘われて、二人で歩くこの道、優しい時間が流れてゆく、君と共に歌う歌。もう一つない空の下、心地よい風が頬撫でる。希望に満ちたこの瞬間、未来への一歩を踏み出して。春の風に乗せた夢、広がる裾上げのように、果てしなく広がる希望、君と見つめる明日へ。はい、ちゃんとエンディングができましたね。ちょっと実験的にこんな風にしてみます。イントロとバースだけというのをやります。今度はこの1番というのを抜いておきます。はい、このようなものを作りました。この続きというのはクリアします。ちょっとこれでどんな風になるか試しましょう。はい、聞いてみます。はい、ちゃんとイントロできましたね。はい、2つ目聞いてみましょう。はい、こちらイントロ作りませんでしたよね。はい、今日の解説動画はちょうどいい塩梅にエラーが起こって、皆さんの勉強になった。これ仕組んだわけではないんですけれども、皆さんね、この動画を見てなかったらですね、村長イントロって書いたらイントロできてたのに、俺がやったらできへんな、そんな風に思ってしまう。でも今回やりましたように、同じように書いてもイントロを作るとき、イントロを作らないとき、まあこれは今のところ AI の
弱いところです。完全に言うことは聞いてくれませんが、僕もまだまだ偉そうに言ってもですね、研究不足です。ここにイントロの長い曲とかですね、ちょっと書いてみましょうか。でこれカンマで区切ったらいいんではないかなと思ってるんですけれども、これでもう一度やってみましょう。わかりやすいようにこれイントロバースというふうにしておきましょう。これで何が変わったかというと、イントロが長い曲 J-POP と書き直したということです。スタイルには単にジャンルだけではなくって、こういうことを書けるということなんです。はい、聞いてみましょう。はい、これは作ってくれませんでしたよね。じゃあ次は、風に吹かれ襲えの彼方、新緑の中で輝く花々。はい、ダメでしたね。残念でした。このようにエディット&プレイというかですね、何度もやらないとうまくいかない場合があります。その割にはクレジット減らしてくれたら困るよね。まあそこはまあ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 って感じでですね、皆さんね、 AI には完璧じゃないところがいっぱいあります。それ以上に電源が落ちたりネットがつながらなかったら、いくら AI と言っても何にもできません。そういうデメリットというのはあるんです。でも今まで時代が順に変わったように、今DTM をやってる人、もしくはプロの音楽家の人は、あんなものは勝手にマウスでボタンポンポンと押してですね、できたら音楽じゃないし、自分のアイデンティティはどうなったんだ、こんなような意見がたくさんあることも僕は承知の上です。でもそういう考えも一つありの、でも冒頭にも言いましたように、音楽が好き、作ってみたい、でも楽器は弾けない、歌もちょっと苦手、みんなそれぞれに自分の個性というのがあるんです。音楽ができる人がじゃあ今度は走り幅跳びビャーンと飛べますか、みんな特徴があるわけですから。でもたまには運動もしてみたいとか、ゴルフもやってみたいとか、ミュージシャンの人でもあるじゃないですか。ですから僕は両方どちらもあっていいわけで、そして時代は進化していく。今頃ですね、馬車に乗って東京まで行くっていう人いませんよね。そら風情があっていいですけれども、でも新幹線、飛行機、そんなものがあるわけですから、その一見いいか悪いかというようなことでもですね、東京まで行くのに 1,2 時間で行けるようになれば、自分の限られた80年90年ぐらいの寿命の中で時短ということができたらとってもいいと思うんですね。僕のこの GPTs のプログラムの話で、僕がどれぐらい早くなったか、それは難易度にもよりますけれども、やはり1年ぐらいかけて開発するような今までのプログラムが15分ぐらいでできるようになったわけです。僕は電卓を置いて逆算してみました。約1万8000倍です。自分の寿命1万8000倍生きれますか。100で割ってもですね、1万8000年生きるのと同じぐらいの価値があるということです。時短というのはそれほど重要なことだと僕は考えています。今日はご視聴ありがとうございました。概要欄にいろいろ貼っていますので、ぜひ見て帰ってください。すべて無料で使っていただけますので、よろしくお願いします。またねー。